はいおはようございますキャプテンスのバイブルトークです、えー、今日三月二十五日、えー、まあ第一歴代史の今日は二章の二十一から四十一まで、えー、やります細かく刻んで来、えー、ましたけれども、えー、多分今日？昨日？昨日の夜のね水曜バイスターでこの、ね、海賊流、えー、経図攻略法というのをね昨日のあのー、YouTube にやりましたけれども今日も続き引き続きね あの海賊流でですので神学校とかでは教えません、えー、この系図をねどうやって乗り切るかということで、えー、今日もそちょっとねその話したいと思いますけども <laughs> まずは今日の箇所をちょっとね見てみますが21節から「そのうち結論はギルアデの父マキルの娘のもとに行き彼女を埋めとった彼は60歳であった彼女は彼にセグブを生んだと」とということで21から24まで「 結論昨日も出てきましたけれども結論の系図が続きます。で25から41今日の最後まではちょっと読みますと結論の長子エラフメールの子は長子ラムブナオレンオツェムアヒアということでエラフメールの子孫の系図が続きますと、えー、最後までですね。でそれで今日はおしまいということで。 あの結論とエラフメールの系図っていうことでここからね、えー、何を語ればよいのかっていうか私語れますけどねここからでもねあのー、これ面白いですよあのね系図特に第一歴代史の系図はネタの宝庫と思ってくださいネタの宝庫です、えー、もちろんね昨日の,あのバイブルトークでやったように想像力を働かせて まず自分の知り合い、知ってる人の名前アブラハムが出てきたら想像力を働かせてあその人の歴史その人の出来事聖書の中のいろんなストーリーを思い起こして泣くっていうねそれが一つのまあまあ楽しみ方なんですけどももっとねこう通な楽しみとして名前知らない人の名前ね知らない人ばっかりではどうしたらいいかっていうことでこのね 知らない人の名前の中にもうネタの保護ですのでそれをね使ってちょっといろいろやってみたいと思います。まずね、えー、1章から9章までずっと名前がいっぱい出てくるんですけども例えばねこの名前は絶対嫌だな自分の名前つけられて嫌だなっていうような、えー、名前例えば8章4節だったかなアホアハアホアハなんかあれだねあれにいたね 101匹の猫に出てくる。あれは何だっけウヒヤハだ, <laughs> だ。ウヒヤハダウヒヤハのがまだいい。あのウヒヤハのはまだいいんだけど、アホアハって名前つけられたらひにゃはもう絶対いじめにあいますよね。あのー、アホアハは嫌です、えー。というふうに、いくらでもね、ネタの宝庫です。例えば、あのー、お笑いコンビっぽい名前。 あのお笑いコンビっぽい名前も同じファッション出てくるんで探してみてくださいお笑いコンビっぽい名前ええー、エリエルとエリエナイって、ね、二人こ二人コンビで「はいはいはい、はい、エリエルですエリエナイです」って二人揃って、まあ、分かんないけどもあのそういうお笑いコンビっぽいエリエエエリリルとナイっていう名前も出てきますあとねえー、例えばトイレっぽい名前 トイレっぽい名前これ探してください、ね、エオテライエオテライお手洗い的なねエオテライって名前でも似てるんだけども今度はお酒,お酒飲めなさそうな下戸っぽい名前ちょっとお酒に弱そうな名前「える酔えない」「える酔えない」っていうのがねできます、えー。というふうにですねあのどんどんやっていくとね明日のネタがなくなるのでこのぐらいにしようかと思いますけども。 経図、あのー、楽しんで、えー、読んでってください他にもね皆さん、あのー、なんか面白い名前があったらちょっとね探しておいてください、えー、そういうのねネタの宝庫ですから、えー、あと何があったかなさっき見つけたのがねさっき見つけたのがあっあったね「あのやだ」っていう名前あったね「やだ」っていう名前ねはい。 2章の今日の,、ね、今日のところに「ありますね今日のところにやだ」っていう名前がありますね。はいということで、えー、中毒「やだ」ってならないように、えー、皆さんもね続けてください。ね。あのー、私あの結婚式が近いので床、ね、屋も行きましたけども、えー、相変わらずやってることは、えー、変わらないということでそういうことででは、えー、またご議員う